石狩八幡神社は、北海道石狩市弁天町一に所在する神社。旧社格は豪社。祭人は、本田別名、丘の御玉の命。1858年、函館総社八幡宮の官主である、菊池太蔵が末社として、石狩八幡宮を誕生したのを創建とする。当初の所在地は、石狩川の右岸、後の石狩市八幡町であった。 1874年8月、開拓士官員や町民たちの協議により、石狩川左岸の現在地に遷座する。一転先の稲荷大臣は、殿で祀ることになった。また、同じくもともと一転先にあった石狩弁天社はより、西側に移された。この時鳥居までは移転しなかったので、石狩八幡神社が改修を加えて使用するようになった。1875年、 石狩軍号社となる。1901年、本殿を新築。1915年、新戦兵白陵とも新神社に指定される。1945年7月15日、石狩本町地区がアメリカ軍の空爆に見舞われる。石狩八万神社の付近にも着弾し、社務所が焼かれた。石狩八幡神社の鳥居はもともと、石狩弁天社が移転前に使用していたもので、 刻印された秋味の子は北海道内に残る最古の使用例である。1918年、鳥居は正式に石狩八幡神社の所有となる。1920年、それまで石狩川川口に向いていた鳥居を南東向きに変え、上部を八幡鳥居形式に改修した。境内には2本の石柱を建てた石踏みがある。元の姿は、 石道路で1868年7月に石狩役所を主催していた井上弥吉が同郷の吉見で木戸高義に書いてもらった文具一徳及びはじめ駅四方の文字を刻んだ一体を封見したものだった。その後50年が経つうちに石道路は散逸してしまったが19、1919年に岡村社氏がなんとか軸石の部分だけを見つけ出し、石踏みへと回収した。 この石踏みの混流を知らされた井上は、翌1920年5月に石狩を再訪し、八幡神社に金50円と、ライク二密の名券を奉納している。1861年5月に荒井金介が誕生した。なお、20世紀末の時点で、石狩市八幡町に所在する稲荷神社とは別である。ABCDE 非1988 P14?1988?P112?ABCDE?1987?P7?ABC 北海道神社町や渡神社鈴木 1996?P331?1987? 表九1 9 8 7 p 9 a b 1 9 8 7 p 1 0鈴木 1996?P44? ありがとうございます。